この雨はどれくらい続いている？私の記憶が正しければおそらく数年、数十年、あるいは数百年といったところか。純種の意志は命が尽きても消えることはないが、幸いついに亡者の魂を導くことができた。これでもう生前英雄だった彼らが虚無の傀儡になることはないだろう。見ろ、海面の影は全て消えた。覚えているか、亡者の無念が全て晴れれば空も晴れると言ったことだが、雨はまだ止んでいない。そうだ。一体なぜなんだ。この雨はなぜ私を選んだ。それはまだ無念を晴らしていない人がいるからだろう。凡人が運命の道を歩むというのは小舟に乗って水面を渡るようなものだ。曲がりくねった跡を残しながら可能性という名の無数の波紋を広げていく。一瞬にして過ぎ去る人間の一生に比べ、こうした波はいつまでも消えることはない。そして中にはその存在の痕跡が強烈すぎて、その一筋の波に自分の影を残してしまう者もいる。決罪令、運命の荒人の執念、それはいくつの影から生まれ、自らを当事者だと思い込む。無意識に個人の生前の行いを繰り返す。それは虚無から生まれ、虚無へと向かい無意味な生涯を送る。そんな虚しい幻影の一つが、私と一緒に長い日々を過ごしてきた。そうだったのか。私はもう死んでいるのか。そうだ。君は私を見守ってくれているのか。そうかもしれないな。私の役目は黄泉の守り人だから。虚無の深淵への道を守り、その中に落ちたがらない全ての命をこちらの世界に戻れるよう導く。だが、それが死者たちの望む結果だとしたら、それでも君は変えたいと思うのか。わからない。ただかつてある人がこう言っていた。いつか自分がこの世を去る時が来たら、誰かが墓前に花を手向けてくれることを願う。たとえそれに意味がなくてもか。たとえ意味がなくてもやらなければならないことはある。似たようなことは私も多く経験してきた。手を出せ、そして目を閉じるがいい。私があなたの願いと共に歩み続け、それを叶えよう。この視界にある最後の無念を晴らすにはそうするしかない。私はまた彼らに会えるのか。なぜならそれを教えてくれたのはあなた自身だからだ。あの列車のこと、
かつて二人の仲間がいたこと、宙外で終わった開拓のこと、視線をくぐり抜けたこと、巡回レンジャーと出会ったこと、そしてもう二度と戻れない故郷ピノコニーのこと。そうだ、何度もファミリーに門前払いを食らい、通り過ぎることしかできなかった。だが私の仲間がまだそこにいることは分かっている。たった一人で、ミハイル、まだそこにいるのだろうか。この手を取り、ついてきてくれ。そろそろここを離れよう。あなたは長い、とても長い道を行くことになる。辺りには暗闇が広がっているが、恐れることはない。その道の果てには必ず一抹の赤が見えるから。それは存在の色だ。それを追いかければおのずと進むべき道がわかる。そして最後には、あなたたちがきっと太陽の下で再会することができるだろう。ありがとう。死が、あなたの長い夢を終わらせることも、そして目覚めの世界へと導くことを願う。虚無の中にいながら、人々が虚無から離れていくのを見守る。なんと馬鹿げた無意味な使命なのか。だが必ず誰かが果たさなければならないことだ。あなたの言う意味については、そんなものがなくても私は今日までやってきた。君が切り開いた未来が、自分のものではなかったとしても、私の未来ではなかったとしても、きっと他の誰かの未来にはなるだろう。君の過去はどんなに辛いものだったんだろうな。なら私も意味のないことをしてみるとするか。最後に君の名前を教えてくれ。もしかしたら次の瞬間には私の存在が消え、この会話も君の答えも忘れられるかもしれない。だが私は信じている。君の名前は誰かに記憶されるべきだと。この宇宙はと君の名前を忘れないだろう。思い出すのが難しいこともあるが、一方で忘れられないこともある。それが記憶というものだ。過去によって作られ、遠い未来に意味を持つ。今でも覚えている。それは私の旅の始まりであり、人生における赤の根源である。すべての嵐の中で最も激しく情熱的なものだった。それが私の名前、ライデン・ボーセンモリ・メイ。